大人エレベーター、それは大人を旅する不思議なエレベーター。今年はどんな大人と出会うんだろう。大人とは何だと思いますか。若い時なんかね、いろんな名誉とかね、あのお金とかね、そういうの異常に興味を示した自分がね、本当に嫌だったなって思う時に、俺も少しは大人になったかって。20代はどうだったとか。20代寂しかったね。やること分かんないし。人生とはゴール間際で振り返るっていうのがあるよね。それが人生だっていう。強さって鈍感さかなと思う時ある。あの人は強いから全然くじけないっていうのが、それ鈍感なんじゃないのかと思う時あるね。人が人と出会う、とてもシンプルなことだけど、そこから人生の全てが始まっている。出会いの数だけ乾杯はある。乾杯をもっと美味しく。サッポロビール。